環境大臣に再任をされました小沢崎人でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。私から2点申し上げたいと思います。新政権になりまして、政権交代が行われて、鳩山政権ができ、環境政策は大きく、舵が切られました。もう皆さん方もご案内のとおり、国連での鳩山前総理の 25% CO2 カットの表明をはじめとして、今までの政権では考えられなかった、いわゆる温暖化対策税、排出量取引制度、あるいは再生エネルギーの買取制度、そういった政策を盛り込んだ基本法を提出をさせていただきました。現在まだ参議院で審議中でありますけれども、このまず基本法をしっかりと仕上げて、そしてまた今申し上げた個々の政策の制度設計に入ってまいりたい、これが第一点でございます。2点目は菅総理から今日言われたことでありますけれども、いわゆる環境と経済、この関係で言ったときに、環境こそがまさに成長のエンジンなんだということをしっかりと踏まえて政策を進めてもらいたい、こういうお話でございました。私もこの8ヶ月、かなり環境と成長の両立という言い方はしてきたつもりでおりますけれども、改めて今日は菅新総理の方からそれをしっかりさらに強力に進めろと、こういう指示があったということでございます。以上、私から2点申し上げまして、どうぞ質問を受けさせていただきたいと思います。どうぞ。前政権では政治と金の問題が大事につながりました。クリーンであるために何が一番大切だとお考えですか。もし野党はですね、小沢前幹事長の定員氏の出席や文化も要求していますが、大臣のご見解はいかがですか。政治と金の問題、クリーンであることはもう政治の大前提だと思っております。ただいわゆる鳩山総理が、前総理が申し上げた今回の退陣につながった問題というのは、ある意味で言うと大変特殊な2つの総理の件、鳩山総理の件も小沢幹事長の件も特殊なケースだったように思います。我々自身、新世代の政治家というのは、本当にそういった意味では政治と金のクリーンさ、もう当たり前のこととしてやってきておるわけでありますので、そういった意味では引き続きそういった思いでですね、やらせていただきたいと、こう思っているのが1点と、政倫審の出席に関しては、昨日、枝野新幹事長が記者会見でおっしゃっておりましたけれども、まさに幹事長職を退いたということを考えると、あとは小沢前幹事長のご判断次第と、こういうふうに思っております。はい、どうぞ。ちょっと、もう少しお聞き声で言っていただけますか。温暖化対策基本法案の今後の取り扱いについて、総理と確認された点があるかどうかと、あと、もし今国会で法案が成立できなかった場合に、今後収録や排出量取引制度の制度設計にどのような影響が出るというふうに考えるか、教えてください。総理と温暖化基本法の、そこはちょっとよく分からなかったんですが、取り扱い、それはもう、今日の総理との話では直接それは出ておりません。しかし、この基本法をできるだけ速やかにですね、成立させたいというのは、おそらく菅新総理も全く同じ考え方だと思っております。で、これが今国会で成立しなかった場合の今後の影響ということですが、今国会でできるだけ成立するように、最後まで諦めないということをまず申し上げた上で、もしそういう場合であってもですね、次なる国会で、しっかりと早急に再提出をさせていただいて、仕上げていくということに変わりはありませんし、
さらにはまたさっき申し上げましたような具体的な施策の制度設計はですね、今中間審等でもう議論が進んでおりますから、そこは粛々とやってまいりたいとこう思っております。 COP16 に対する影響はもちろん基本法ができていればですね、日本のまさに意思が明確に表れているわけですから、それがあった方がはるかに望ましいということでありまして、そういった意味では影響がないとは言えませんので、 COP16 までにはしっかり仕上げるように頑張ってまいりたい、そう思っております。はい、最後でお願いします。 NHK の中村さん、 25% 削減なんですが、以前国民の間からですね、負担が明確ではないという各地震上の意見、もしくは経済界からもまだ理解が得られていないことがあると思うんですが、そのあたりどういう形で今後大事としていかれるのか、また環境と経済の両立という話ございましたけれども、具体的な方策としてですね、今後大臣の考えのことがあれば、国民の負担がわからないという話はですね、よく言われるんですが、まず一つはロードマップでかなり明快に示させていただきました。それからシミュレーションモデルでも7つのシミュレーションモデルをすでに提示をさせていただいているところでございます。でありますので、そこは 25% が嫌だという人がそう言ってらっしゃるのかなと、こういうふうに思っておりますが、しかし、いわゆる経済界、あるいはまた国民各界各層としっかり議論をですね、積み重ねていくことは必要だと思っておりますし、であるからこそ、基本法の中にあえて一条ですね、そういった国民の皆さんたちの声を聞くことによって、これからの制度設計を行っていきたいという条文を作った次第でございます。それから、もう一点は。これはですね、まず一つは環境ファイナンスという話を私ども言わせていただいておりまして、1400兆円ある個人の金融資産、これのいわゆる投資の向き先をですね、この環境分野に向けてもらいたいと、こういう話を申し上げております。さらにはまた具体的に、例えば太陽光パネルだとかヒートポンプだとか、あるいはエコカーもそうですけれども、そういった環境商品を買うときの初期投資、この初期投資をですね、リースでやってもらって、そして同時にそれでできた電気、太陽光パネルでできた電気を売電、売ることによって、そのリース代を払っていく。そうすることによって、個人の皆さん方は初期投資を一切かけないでですね、そういった設備投資ができる、10年経ったらそれが自分のものになる、そういったメカニズムも今、発表させていただいているところでありまして、いろんなアイデアを考えてやらせていただきたいと思っています。はい、小沢大臣、どうもありがとうございました。はい、どうも。